元プロボクサーの亀田光樹氏と亀田大樹氏の兄弟が2日深夜にテレビ朝日で放送された『マッドマックス TBSP』で論破を広幸氏とのディベートで圧勝した。写真、後期のフライパンねじ曲げ。パフォーマンス父、史郎氏が素材暴露。ディベートのテーマは、試合前の過激なパフォーマンスはありかなしか。光希氏はあり派として論戦に立った。ひろゆき氏は。 パフォーマンスが先行して実力がな。いい人もいる。強さではないパフォーマンスが先行すると、格闘技の良さが違う方向に行くのではと主張すると、好奇心は、自分の場合はパフォーマンスがあることで、みんなに見てもらって注目も浴びて、視聴率も上がると反論。広幸氏は、好奇心はなんだかんだで口だけなのではと、一部で思われた、デメリットはあるというも、好奇心は、それはデメリットだとは思わない。 多くの人に見られた方がこっちはプラスと譲らずパフォーマンスとマッチメイクは別多少なりとも賞は必要試合前にパフォーマンスして試合を見てもらうのは大事でもリングの上は真剣勝負と好奇氏は広行氏に一歩も退かず結果3対0で圧勝した審査下日本弁論連盟の森一洋氏は実力の有無ではなく パフォーマンスをすることのメリットを論理的に展開していたと絶賛ださらに今度は大輝がパフォーマンスはなし派としてひろゆき氏と対決大輝はパフォーマンスをしなければ俺はもっと強くなっていたという自らの経験を軸に主張を突き通しこれまたひろゆき氏を論破ひろゆき氏も大輝さん強かったと思いますと負けを認めていた